皆様こんにちは、こんばんは、ノマランドでございます。今回は新作無双8エンパイアズのドロップ仕様について解説したいと思います。器以外あまりトロフィーと絡んでないんですが、最強を目指すやり込み要素の一つですので、卒業まで最強を完成したいという心意気を持つ方ならぜひご覧くださいね。最強の装備を作りたいならトロフィー上下のレジェ器は必須で、そしてその器に合わせて上位の属性玉、丸王玉を目に組みます。さらに全ての玉の能力を厳選します。フロートトリガーダメージプラスが一番理想かと。これでこのゲームの最後のエンドコンテンツを制覇したとも言えましょう。まあ厳選せず属性最多にするだけで修羅を攻略することはすでに可能です。完全厳選すれば修羅でも圧勝できるのかな。ではこれからはこのドロップと装備の仕様を詳しく説明いたします。ぜひ続きを見てね。ドロップ品の質を影響する要素はこちらになります。主にこの3点になり、いわば三原則です。まずは難易度、レジェンダリーを狙いたい場合難しい以上がいいでしょう。普通も一応出ますが、かなり終盤でやっと、しかもレジェ中の下位以下しか出ません。難しいの場合、中盤から手始め終盤になると結構な量になります。しかし器や最上級の弾はやはり希少です。安定して最上級の弾や飛型、そして器を集めたい場合、やはり修羅一択ですね。修羅の場合は中盤の時からレジェが出始め、終盤になると最高級もそこそこ出ます。そこそこですね、大量にまでは達していませんでした。次はレベル、先ほどの障害は中盤や終盤などの表現しましたが、実はこれ敵レベルに示すものです。敵レベルが高くなればドロップ品も高額になります。敵のレベルは怪我単数やプレイヤーのレベルに関連しますので、自身のレベル上げもトレハンに必須ですね。修羅とはいえ最序盤でもほぼゴミしか出ないので、通常にプレイする場合クリア時代40前後なので、普通でレベル上げを頑張れば修羅のドロップテーブルに近づけるかも。最後は武将の質です。無双武将の方が圧倒的にいいドロップしてます。実体験ですが、修羅終盤のモブしかない戦闘、まさかのレジェなしを経験しました。レア品を求めたいなら無双武将の多い戦いを狙いましょう。でもここはあくまで確率ですので、無双武将もゴミ落とすし、モブもレジェンダリー出ますよ。装備品をメインに話しましたが、筆形も同じです。でも筆形はさらにルールがあります。それは維持鮮度一つだけ。筆形をコンプリートすることはひょっとしたら天才型以上の労力かも。最後は贈り物についても触れておきたいと思います。こちらも三原則に当てはまります。レベルは贈り主のレベルに依存。まあ味方部署のドロップとして見る方がいいかも。でも先導ではないので筆形の数制限もなくなります。筆形集めは贈り物で狙う方がいいかもしれませんね。同じレア度内でも実はさらに上下があります。トロフィー関連の器はまさにそれの一つ。修羅じゃないとなかなか出会えない。玉を例にしたら属性王玉の方が通常の属性玉よりはるかに出にくい。ご覧ください、通常属性玉はたくさんあるのに OK はこれだけ。 OK の特徴は固定ステータスがない。通常玉みたいな不要な固定ステータスを排除できます。一方厳選がさらに大変になります。そのドロブリーズと相まってまた沼りますよ。本当他にいくつ特殊な玉も修羅じゃないと出会いすら難しい。最上級のドロブ品が欲しい場合修羅委託でいいでしょう。筆形についてですが、正直ここまでプレイしてもまだ謎だらけです。
レア度は三原則に沿ってますが、首里が怪しい。特定なキャラで特定な飛型が出やすいという可能性も残っています。もし何か情報がありましたら、ぜひコメントで教えてくださいね。一番効率いい担ぎ方はクリアデータを利用することです。クリアデータはクリア直線の進捗に戻りますが、装備はそのまま引き継ぎます。しかも全セーブデータ共通よって、シューラーを一周クリアし、できれば最終戦に無双武将をなるべくある。そして繰り返し戦う方が一番稼げます。がシューラーの敵は硬い上で、終盤になると攻撃力もえぐい。気を抜くと失敗もありえます。一戦の使用時間はそれなりに必要です。回転率はあまり良くないに見えますが、ドロップ率の面ではズバ抜けてますので、辛いですがやはりシューラー最終戦を回す方がいいでしょう。以上がドロップ使用と稼ぐ方法の紹介になります。でもトロフィーと関係ないし、そこまでやらなくてもクリアできるし、本当に最後のやり込みのエンドコンテンツね。自分が愛した武将を最強に仕上げたい方ならぜひチャレンジしてみてね。見せてもらおうか、連邦軍のモビルスーツの性能とやら。他に猛者による補足がございましたら、ぜひコメントで教えてくださいね。では本動画はここまで。また次回お会いしましょう。